ルイビルは、アメリカ合衆国ケンタッキー州北西部に位置する都市。2003年に、ジェファーソン軍と、市軍合併し、それ以前に法人化されていた、自治体を除く、軍全体が地域となった。これにより、地域面積は1000平方キロメートル近くまで広がり、人口も倍以上に増加した。 2020年国勢調査での地域人口は633,045人で、ケンタッキー州最大、全米でも29位である。ジェファーソン軍を中心に、ケンタッキーインディアナ領州の10軍にまたがる、都市圏は1285,439人。この都市圏に、3軍からなる、エリザベスタウン都市圏、及び2つの小都市圏を加えた。 広域都市圏は1512,133人の人口を抱えている。1778年に砦が建設され、アメリカ独立戦争に協力的だったフランス国王、ルイ16世に敬意を表して、ルイビルという名が付けられた。以後、オハイオ川の周運と共に発展し、ケンタッキー州の商業、経済、金融、流通の中心地、 および交通の要所へと成長した。伝統的な産業にバーボンウイスキー醸造、バット製造があり、他に電気機器や農業機械などの機械工業が発達。また、ケンタッキーフライドチキンやピザハットなどを経営するヤムブランズの本社も置かれている。競馬でも知られ、チャーチルダウンズ競馬場では、ケンタッキーダービーやケンタッキーオークスが毎年開催される。 ルイビルは、北緯38度13分44秒、成形85度44分58秒、北緯38.22889度成形85.74944度、38.22889-85.74944 38. に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積1030.06平方キロメートルである。 このうち985.46平方キロメートルが陸地で44.63平方キロメートルが水域である。総面積の4.33%が水域となっている。ルイビルモハメドアリ国際空港、ルイビルの玄関口となる商業空港はダウンタウンから南へ約7.5キロメートルに立地するルイビルモハメドアリ国際空港にちなむである。 この空港には三大航空会社がすべて就航し、各社ハブ空港への便を発着させているほか、アレジアントやサウスウエスト航空、スピリット航空、ブリーズエアウェイズ、及びフロンティア航空も就航しており、全米30空港以上からの直行便が発着している。フォートノックス陸軍基地にも近いという立地条件から、同空港の利用客には、 陸軍関係者も多い。加えて、同空港は、ユナイテッドパーセルサービス社内で、ワールドポートと呼ばれる、同社栽培のハブを有している。このため、同空港は、メンフィス国際空港、テッドスティーブンスワンカレッジ国際空港に次ぐ、全米3位、全世界でも6位の貨物取扱い量を誇る。このルイビルモハメドアリ国際空港が開港する前に、 使われていたダウンタウンの南東約 9km に立地するボーマンフィールドは現在ではゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機等の発着にもっぱら使われる空港となっている I-64I-65I-71 の3本が交わるスパゲティジャンクションルイビルのダウンタウン北東端のケネディインターチェンジ通称 スパゲティジャンクションでは、I、I-64、I-65、および I-71 の3本の、週間高速道路が交わる。I-64 は、ミズーリ州セントルイスとバージニア州ノーフォークを結ぶ、高速道路で、ケンタッキー州内においては、ルイビル、州都フランクフォート、および州、第2位の都市レキシントンを結ぶ、重要度の高い高速道路である。 I-65 は南北の幹線の一つで北へはインディアナポリスシカゴ都市圏方面へ南へはナッシュビルアラバマ州方面へと通ずる。I-71 はルイビルを南の起点、終点としてシンシナティコロンバスを経てクリーブランドへと通じている。また、I-64 の支線である I-264 は ルイビル中心部のすぐ外側を、また、I-65 の視線である、I、I-265 はさらにその外側を通って、おり、二重環状線をなしている。ルイビルのユニオン駅。1975年に、国家歴史登録財に指定されている。グレーハウンドのバスターミナルはダウンタウンにあり、インディアナポリスシカゴ方面、シンシナティコロンバス。 クリーブランド方面、ナッシュビルチャタヌーガアトランタ方面などのバスが発着する。また、市内の交通機関としては、リバーシティ交通局が路線バス網を運行している。タークの路線バス網は28系統からなり、ルイビル市内、ジェファーソン郡内のみならず、オハイオ川の対岸、インディアナ州側にも、ニューオールバに及びジェファーソンビルへ向かう71。 クラークスビルへ向かう72の2系統を運行している。なお、リバーシティ交通局の本部は、ユニオン駅の駅舎内に置かれている。この駅には、1970年代には、シカゴとマイアミをルイビル経由で結んでいた、フロリディアン号が停車し、また2000年代序盤には、ルイビルからインディアナポリス経由で、シカゴへ向かっていた。 ケンタッキーカーディナル号が発着していたが、2003年に、校舎の運行が廃止されて、以降は、ルイビルには、アムトラックの列車は停車しなくなっている。ルイビルは、ルイビル大学、サリバン大学、ベロールミンユニバーシティ、スポルディングユニバーシティ、並びにジェファーソンコミュニティカレッジ、同じく、サザンバプティストシオロジカルセミナリー及び、 ルイビルプレズビテリアンシオロジカルセミナリーが設置されている。また、インディアナ大学サウスイースト校は、オハイオ川の対岸、インディアナ州ニューオールバニに設置されている。ルイビルを本拠地とする、プロスポーツチームとして、ルイビルスラッガーフィールドを本拠地とする、シンシナティレッズ参加のトリプル a 級マイナーリーグ野球、チームルイビル、バッツ、アメリカンフットボールチームのルイビルブルーズ、 ナショナルウーマンズサッカーリーグのレーシングルイビル FC、OG フットボールチームのルイビルキングスがある。ルイビル大学のアメリカンフットボール、バスケットボールなど、大学スポーツも米国有数の競合として知られる。ルイビルには、都市の至るところに公園が点在している。122カ所の公園を合計すると54平方キロメートルとなる。いくつかの公園は、 ニューヨークのセントラルパークも設計した、オルムステッドによって設計された。ルイビルの都市圏は、ケンタッキー州北西部、ジェファーソン郡を中心に、オハイオ川の対岸、インディアナ州南部にもまたがる従軍からなり、その面積は8425平方キロメートルで、ある。広域都市圏はこの都市圏に、3軍からなる近隣のエリザベスタウン、フォートノックス都市圏、 および二つの小都市圏を合わせた15軍からなっている。ジョーズは、ケンタッキー州およびインディアナ州におけるルイビル・ジェファーソン軍エリザベスタウン・バーズタウン広域都市圏の位置を示している。この広域都市圏に含まれる都市圏および小都市圏はそれぞれ、下記の色で示されている。また、ルイビルの都市圏、および広域都市圏を形成する。 各軍の人口は以下の通りである。以下にルイビル市における1790年から2020年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ルイビルパノラマ、ありがとうございます。